先ほど皆様方、団員の皆様方の操作演技を見せていただきまして、日頃からお仕事を持つ中でこのように本当に立派な訓練をされているということを非常に心より感激をいたした次第でございます。また皆様方の崇高なるボランティア精神のおかげでこの町の安心安全が守られているということに本当に心より感謝とそして敬意を表するところでございます。中央区議会は日本橋消防団の皆様方と連携を密にして今後とも中央区の安心安全の町づくりに邁進する決意でございます。今国の内外地震をはじめとして災害事故が多発いたしております。あの6434人もの尊い人命を失った阪神淡路大震災からもう15年が過ぎ去ったのでございました。またこの東京もいつ大きな地震が来ても不思議ではないこう言われているわけでございます。そうした意味におきまして消防団の役割ますます重要になってきております。その成果が遺憾なく発揮されたものというふうにお見受けしております。この春ご承知のように日本橋消防団は消防団としての最高の栄誉であります的石賞を受賞されました。このこともこのような訓練の成果がもたらした当然の結果だというふうに私は改めて本日認識をしたわけでございます。さて日本橋消防署におかれましてはその管内で本年3月8日よりにまでに火災による死亡事故2000日死亡者ゼロ2000日ということで現在もこれが継続中でございます。そして防火防災協会の会長という立場から防火だけでなく防災という分につきましてもこのような訓練の中に取り入れていただければ大変ありがたいというようなことを希望しているわけでございます。鈴木幸子議員、小栗千恵子議員、高橋真嗣議員、なお神林勲議員、石島秀樹議員、増渕和孝議員、田中幸太郎議員は本日消防団員として出場しております。久松警察署署長阿部茂樹様、社用のため席を外させていただいております。中央区副議区区長高橋邦夫様、中央区総務部防災危機管理室長平沢康弘様、中央区総務部防災課長高橋和義様、日本橋消防懇話会会長、本日は代理出席で花水新様、ご苦労様でした。日本橋防火管理者連絡協議会会長小川光一郎様、どう日本橋危険物安全協会会長酒井秀彦様、日本橋防火防災女性の会会長石木澄子様、日本橋消防少年団団長足立聖太様、二の部連合町会長広部喜一様、五の部連合町会長小堀昭三様、六の部連合町会長柴田徹様、京橋消防団団長西島康弘様、林港消防団団長家田隆夫様、日本橋団友会会長吉沢けさみ様、このほか各地区の町会長さんをはじめ多数の方々のご臨席をいただいております。大変ありがとうございます。
ここで日本橋消防団長よりご来賓の皆様にご挨拶を申し上げます。消防団員、日本橋消防団員は本年日本消防協会より特別賞章まといという賞章を日本一の消防団の称号をいただきました。この名に恥じぬようにこれからも1年間を続いて訓練精進を重ねてまいります。消防団の使命は強化防災をもとより我が町は我が手で守るという消防思想のもとに1年を続いて訓練してまいりますので、どうぞ今後ともよろしくご支援ご応援を賜りますようお願いを申し上げます。さらに昨夜から今朝に至るまで式場準備等に変わりました消防署職員並びに消防団員の労を楽し本年のご挨拶といたします。